お。メラキッズクラブ。さおりちゃんこれ何？すっごいシュワシュワしてる。バスボムだよ。バスボム？しかもこれ手作りしたんだよ。え、手作りで？うん。すごいね。50g 入れます。はい、うん、なんかしょっぱい50g、うん、おまあいっか次は片栗粉を 50g 入れます。よし、食用シゲソを入れて混ぜます。ぐるぐる混ぜる。次は霧吹きで水を混ぜていきます。ではまた何何？水を入れすぎてシュワシュワしてるとダメです。ちょっとシュワシュワ言ってます。言っちゃってるじゃダメじゃん。次はこのガチャガチャポンに詰めていきます。結構ね、圧縮できるんだね。うん、おお、すごい。すごいね、すごいすごいすごい。じゃあ気を取り直して。ふわふわしてるね。うん、やるぜ。言ってます。言ってますか。言ってます。しわしわ言ってます。じゃあ合わせます。ほっ、うん、あ、口に当たった。よっ。わー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 。おー、すごいですね、先生。これをラップで丸めます。はい、置いて、置いて、置いて。はい、じゃじゃーん。バスボム2個とレゴのバスボムを作りました。差し替えるところがめっちゃ増えてる。それじゃあ早速溶かしていこう。じゃあサオリン型から出していきますか。うん、じゃあサオリン機がやる。うん、なにこれ。卵じゃん。ね、どうしよう、どうしたらいいんだろう。まさに、あーあー。でお兄さんはこのミニフィグを出していくよ。お、取れた。あ、ちょっとそれっぽい。粉払いなよ。あー、せっかくうまく取れたのに。今サオリのせい。うん、いやお兄さんでちょっとこれピンクやる。いやーどうしよう。ダメなのにゃ。うわー、やばー。むずいね、サオリン、これむずい？うん、全部出しました。バラバラです。じゃあここでうまくいったレゴの山にちょっと水をかけてみます。はい、はい、いくよー、うん、うわすごいすごい。うん、うわー。あー、すごい。わー、すごい。うわー。じゃあそれじゃあ拾ってみましょう。よいよいよ。やってみる？いいよ、やっていいよ。ある？あ、まだあった。わー、すごいね。それじゃあまた入れます。よし、じゃあサオリンどんどん入れてこう。うん、うわー。お兄さん入れて、サオリン取る。オッケー。いい。
なんかさ、青色が強いね、やっぱね。あ、サンキューだ。あ、まだいた。うわ最後に先生、こちらをお願いします。いくよ。つらない。うわつらない。うわめっちゃバッチャンだった。うわ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 、あ、すごいすごいすごい。うわうわ、めっちゃった。すごいね。うわ、なんか色がすごい色になってきたよ。作ってみてどうだった？そうだね、こんなバスボムが自分で作れるのってびっくりした。サオリンすごいね。うん、みんなもバスボム作ってみてね。バイバーイ。ご視聴ありがとうございます。面白かったらグッドボタンお願いします。